できた。こんばんは。ちょっと待って。水なんですよ今日は。ねえ聞いて、なんか私ショールームでツイッターを連携してたはずで、でツイッター連携でなんかいつもみんながさ、ショールーム始めたらなんか配信中みたいなのがさなんか出るじゃん。で私もそれがやりたくて、なんかやろうと思ったら俺連携してなくないって感じなんだけど、謎じゃない？え、待って、これどうやって連携するの？連携、わからない。連携したい。あ、これか。いやいや意味わかんないって。ツイッターアカウント、もういい？もうわかりません。でなんかね、何も設定してないのに設定が完了しましたとかなってちょっとよくわかんなくて遅れました。左下に、あ、左下にアバターない？ある。うおー、なんかでかくなっちゃった。なになに、ちょっともうわかんないからいいや、諦める。あ、高松は機械音痴ということで。ねえ、なんか待って、変なんなっちゃった。なんかどんどん自分の顔がさでっかくなっちゃうんだけどさ、こういうのってどうすればいいの？あ、来たんじゃない？来た。もう分かんないからいい、知らない、助けて。違う、私はこんなことをしたかったんじゃない。え？こんなショールームって難しかったっけ？なんか難しくなった？ちょっと違うの聞いてください。今なんかもう半分からこっちしか映ってなくて、高松自身がなんかもう半分しか映ってないんですよ。だからなんか画面が見えなくて、でなんかその左半分の形しか見れなくて、右半分がどっかに行ってしまって、それを私は直したいが直せなくて泣いておる。あ、終わり。もういいや、諦めた、もう知らん。はい、終わります。あ、ショールームは終わらないよ。まあ今日はね、これを開封するショールームなんですよ。今更かいって感じだよね。これが5月16発売で、もうちょっとで1ヶ月経ってしまう。まあ
高松さんはもう少しとかもう発売日からこれがあったんですけど、なかなかね、なんだろうな、ちょっとできなく開封できてなくて、ということで今日は皆さんの前で、あ、もっとあるよ CD はね、もっとたくさんこのお家にはあるんですけれども、あのね、なんかあげたりするんですよ、そのなんて言うんですか、そのご親族の方とかに、であげたり、まあ配ったり、その知り合いとかがいるので、その分をちょっと考慮して、今日はあの2枚、これ通常版、これ通常版なんで、これ AB を、まあ私ね、前回ファーストシングルで AB 開封してナータンとイオリだったんですよ。だから今回はまあ地引きを狙って地引きを狙っていこうと思います。まあ地引きしたらさ、なんか気持ち悪そうだけど、まあ喜んでいこうよ。違う、さっきね、あの高松さっきまで、お出かけしてて、パッて思いついたの、あっ、アンナ来い。サナツンは自引きしたんですか？コメント見れる。この間私が大阪で配信した筋肉痛が、私は今ただいま絶賛筋肉痛なので、なんかクッションが欲しいがない。あ、これそう、マジェスティックレゴンのマジェスティックレゴンのオールインワンです。これ握手会で来たやつだよ。明日握手会だね。TFT。え、待って、これさ、ねえ、ちょっと待って。あ、ありえないか。これってさ、直筆出るなんてありえないよね。5枚ランダムじゃないから直筆は出ないよね。シュポッパ。この間さ、一人でカラオケ行ったんだよ、私。で、TWICE さんをほぼ全部歌ったの。もうね、わかんなすぎて。なんか、空耳で聞いてて歌ってたから、なんか、いざちゃんとハングルで出て、それにカタカナがついてると、ふぅみたいな。こんなこと言ってんの？みたいな感じ。マジで。めちゃめちゃ難しい。バレバレスニーカー、惚れたんだから。ノーノーレオノーレ、これをさらげていこう。やばい、これ歌ったらバンされるやつじゃん。違う、私はトワイスさんのライブに行きたかったんだよ。だけどね。行けなかったし、なんか全通も行けなそうだし、なんかね、東京公演の時はジャパンエキスポ行ってて、福岡の時は舞台やってて、愛知の時は、あ、大阪か愛知の時がアットジャムエキスポやってて、みたいな感じで、あ、で、あと、ま、ティフも何日に出るかわからないけど、そのティフの時に乃木坂さんやってるから、もうどうしてくれんの。ま、その分皆さんに会えるから楽しみましょうね。ティフは楽しみ。鏡鏡鏡、めっちゃ漏れない？レフ板みたい。ほら。
開封していくと思いますってかね、まだね人があんまりいないからね、開封してもね開封できないんだよね。今日はなんで前髪を上げてるかっていうと暑いからです。暑い、今日は暑いだから高松は今冷房をつけてます。やばい、マジでバンされそう、怖い、やめとこはいはいはい。私さ、バンされたことあるのって、去年のハロウィン、みんなでハロウィンパーティーのマリオを着てバンってされたんだよね。そうだからちょっともうああいうことやっちゃいけない。タワーね、ありがとうございます。タワー立ててくれてギフトもありがとうございます。はあ、ちょっとお腹が痛い。お腹っていうかその腹筋が痛い。誰がくれたんですか？誰がくれたんですか？さかのぼれないんだけどな。あ、いいね、証拠引きたいかも。私証拠引きたいな、証拠狙いでいこう。証拠引きたい。なんで証拠を引きたいかっていうと、今クックアイドルめちゃめちゃ頑張ってるし、なんせ私がもう可愛がってる子だから。なんだろう、証拠って1個しか年が変わらないんだけど、めちゃめちゃ可愛いの。P さんね、でもなんかアリーナツアーが決まったらしくて、 TWICE さん行きたい。そうそうだ、キアラ助けに来たぞの翔子、 P さんタワーありがとうございます。翔子と知ってみたいけどってとこ歌ってるんだけど、そこをいつも亀子さんがたくさんたくさんたくさん撮ってくださって嬉しい。そう、マイクをね2人で持ってるの。めっちゃゆるゆる配信で本当に申し訳ないです。だけど今ちょっと筋肉痛でやられてるので私は元気が出ません。怖くないよ。なんかすごい見た目でさ怖いって言われるんだけどさ、怖いって思う人は一回私と話してみてほしい。マジで怖くないから。ポーク卵さん。最近アンナのショールームめちゃめちゃ行ってて、まあいつもなんだけど。いつもなんだけど、この間12人の紹介をアンナがしてて、それを見てなんかいい子だなって思ったけど、高松なんか高松ひとみのお話をしてくれる時はいつも合宿のあの話だから、そろそろなんか違う私のお話もしてほしいなって思ったので、そう伝えておいてください、アンナのショールームで。やばい、ちょっと本当に筋肉痛が死んでしまうで、こりゃやばいやばいやばい、本当に明
足が痛い、もう全身痛い。ああどうしよう。私が今なんでこっち側の画面に寄ってるかっていうと、私から右半分の画面が見えてないんですよ。だから私がさ真ん中にこうやって映ると半分見えないわけ、自分から。だからすごくこっち側にいるの。ここにこれから誰か来るよとかじゃなくて、そう、ごめんね、なんかね故障中だから。ん、うん、コメントは見える。じゃあコメント読むね。ひとみんの握手行ってみたい、来てください。昨日あね、体育祭ね、体育祭やったらしい。なんか今日も体育祭の友達いるし楽しそう、いいな、体育祭出たい。別に出なかったわけじゃなくて、なんか普通に、まあ、出なかったんで明日行きます、待ってます。私あいおりとひとみ、あいおりもね私の影響でトワイスさんにハマってるんだけど、私はみなちゃんが好きで、いおりはついちゃんとももちゃんが好き。今度ひとみちゃんのレーン行く、待っている。開封はまだ待ってください。北海道また行くよ。2日間ぐらい休みがあったら多分札幌に飛ぶと思う。お友達のお家に行くと思う。いおりはミーハーなんだよ。だから言ってやった、私も。スイちゃんとももちゃんが好きなのなーって言われた時にミーハーっつってやったなんか他のグループとかでも一番人気の子を好きになるから、いおりはミーハーだけど、ミーハーはとてもいいことだと思う。福岡行きたいんですよ。この間アンナが福岡に行ってもつを買って帰ってきてくれたの。ふん時代はモモランド説、まあ確かに、だけど私はツワイス。お腹痛い、腹筋が痛い。ああ、顔やばかった、ごめん。死んじゃうよこんなん、やばいね。普段体動かせなすぎて。なんかアイス食べたいんだけどね、アイス食べたいんだけど、なんか食べたいアイスがなくてすごい失礼なんだけど、なんかさ私新作アイスがすごい好きで、なんかでも最近あんまりない。でも素直っていうアイス、なんかすごいカロリーが低いやつがいいよって、この間大人の方から聞いて、素直を食べたら普通に美味しかったからいいなって思った。私はチョコミント食べれないの、聞いてよ。私さチョコミント食べれないんだよ。だけど夏の前って本当にさチョコミントの商品しかなくて、で私冬のアイスの方が好きなんだけど、夏あんまアイス食べないのね。なぜかっていうと氷系が多いわけ。かき氷とかそのさ氷菓がめちゃめちゃ出るし、チョコミントもめちゃめちゃ出るし、夏のアイスはマジで私の敵なわけ。でも冬はもう大好きな濃厚系のさチョコとかのアイスがいっぱい出るでしょ。冬が待ち遠しいよね。そう、私ねガリガリ君食べれないんだ。なんかガリガリするからやだ。そう、ミルク系がいい。アイスのことになるとね饒舌になるよ。私はリップクリームをどこにしたっけ。開封はもうちょっと待ってね。あれ、あった。私が今から塗るのはこちら、リップバーム。なんか全部ね漢字で書かれて、なんか台湾でお土産でもらったんだけど、何て書いてあるかわかんない。でもねすごいいい匂いがするの。何の匂いだろう。これはバセリンみたいな感じ。マイカの大好きなバセリン知ってる。マイカがバセリンオタクっていうのを知ってる人はね結構なファンの方だと思いますわ。ワールドカップを見る予定ないですね、うん、
そうマイカからそう聞いてよ。もうさ驚いたの。マイカのショールームを見た人はわかると思うんですけど、なんかね私がお家にいたら突然マイカから電話がかかってきたんですよ。でそれでなんかもしもしって言ったらひどみーって来て泣いてんので、なんで泣いてんのみたいな、なんか嫌なことあったのかなって思って、えどうしたのマイカ、うん、あちょっと落ち着いてみたいな感じで、あ落ち着いてっていう感じで、でもそれでもずっと泣いてるからどうしたのどうしたのって言って、しばらく経ってから瞳が死んだ夢見たって言われてはぁみたいな、ね、でもそれで泣いてくれるマイカなんか私幸せ者だなってすごい思って、なんかその話の内容はなんかマイカのショールームで多分詳しく話してると思うんですけど、しかもなんか結構言えない系の内容だからなんだけど、なんか結構残酷でもね、私の死に方は残酷ではないが、その後が残酷だったんだけど、それでマイクからさ電話かかってきて、もうびっくりしてずっと泣いてんの。マジで瞳生きてるって言われて、生きてるよって、めちゃめちゃ面白かった。幸せ者よ私は。でもね、人が死ぬ夢を見るってこれから金銭的な面でいいことがあるって、その時調べたの2人で、もう携帯でググロっつって、人が死んだ夢を 見たらどうなるみたいな感じで夢を見たら、めちゃめちゃプラスで、なんかその人の死に方で血が出れば出るほどなんか 金運がアップみたいな書かれてて、で私の死に方は血が出てなかったんだって、だから金運はそこまでアップしないんだけど、人が死んだ夢を見るとこれから金運がアップしていくんだって。だからなんかずるいなって思った。私をね死なせといて、マイカは自分一人でお金をねどんどん金運がアップするらしくて、ずるいなって思いました。あ、キンちゃんありがとう。血が出てることにさえ気づかない、なんで今頃手遅れ交渉の開封かっていうと、それは私も分かりません。気分ですね。神宮全通当たった。私は日本にさえいないからな、パリにいるから。ね、善悪券まだ入ってんのかな、うち分かんないんだけど。じゃあちょっと半になったら開封していこうと思います。開封したらもう今日は終わるよ、コメント読んで。私いつもさコメント読まないからさ、今日はコメントを読んでいこうと思うんだ。おフランス瞳、針の方が羨ましい。ラデュレに行きたい。ラデュレ言えなくない？ラデュレ、ラデュレって言いにくいよね。日本人の人じゃ言いにくいと思う。サランヘヨー、アニホセヨー、ヒトミイムニダオンニオッパサランヘヨー。これは私的に合ってるのかよくわかりません。フランス語だって、フランス語ナータンに聞いてもさ「ウィ」しか言わないんだもん。「ウィ」しか言わないから「ウィ」しか覚えられない。ウィ、チョヌン、ヒトミイムニダ。 CD、 あ、もう開封するわ。じゃあみんな待ち遠しいんだね。じゃあ人を集めて、みんなツイッターで、あ、じゃあ今から開封しますってつぶやこう。今から開封しますってつぶやきます。でもさ、これさ、私のショールームのこのさ URL 貼ってなかったらさ、どうやってさみんな私のさルームに飛ぶわけ。
もう泣いちゃうわ。やだ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 。どうすればいいの？はい、つぶやいた。よし！ということで、タイプ A とタイプ B を開封していきたいと思います。高松は今回、私高松ひとみと、このかわいいかわいい竹脇翔子ちゃんを狙っていきたいと思います。イエイ。どっちから開けてほしいですか？これどっちにどっちが入ってんの？なんかさ、2種類あるよね。どっちにどっちが入ってるんですか？皆さん教えてください。A にセーラー。セーラーとは、 A にセーラーとはどういうこと？あ、あのお花のやつね、聞いてよ。私さ、あのお花バッグのやつさ、めちゃめちゃさ漏れてない？私あの時、あの生写真一番人生で漏れたと思ってる。めちゃめちゃ漏れてんの。だから皆さんぜひゲットしてほしいんだ。あのこのお花のところで撮ってるやつとか、こうやってお花持ってるやつとか、マジでめちゃめちゃ漏れてるから。でもそれしか漏れてないんだけど、でもそれは見てほしい。そう、花の背景が被っちゃったり、黒セーラーで黒のペンで描くとサインが見えないってことになったのは、あの言ってあるので、多分これからもしそれがまた書くことになったら銀ペンとかになると思います。ごめんねみんな。じゃあ普通に考えて A から開けていきたいと思います。え、 A は手遅れコーション、部活中に目が合うなって思ってたんだ。そして手遅れコーションのミュージックビデオとメイキング映像が入ってます。メンバーはしょうこ、ミリニャ、私、ナータン、サナ、アンナです。でね、みんなここ気づきましたか？気づいてる方少ないと思うんだよな。私ね、本当にこの撮影した日からもうずっと言ってたんだけど、見てこれ、見えるかな？ちょっと反射しちゃって見えないかな。ミリニャのここが、見て、パンダみたいになってるの。すごくない？ま、これはぜひお手に取って確認してみてください。誰が出るかな。この間ナータンとユリって相当神引きだったよね。イオナータン、いきます。別にここ慎重にやる必要ないんだけどさ。思うんだけどさ、この部分いるかな、すごく思わない？なんか私 CD でさ、いつも思うんだけどさ、ね、早く開封せえって思ってるでしょ。ごめん、ちょっと言わせて。このさ、この部分いらんくない？これさ、もっとなんかさ、なんだろう、なんかこのさ、袋がさ2個出てしまう事実がさ納得いかないんだけど、このこの部分とさ、この下の部分一緒にできないかね。ここ例えばペリーってやって、なんか全部一気にバッていきますよみたいな。なんかおにぎりもそうで、おにぎりも最初さ真ん中出てさ、右左でさゴミめちゃめちゃ出るじゃん。だからさ、なんかゴミを一つにする方法がやっぱり、うん、欲しいなってすごく思うから、まあ私が会社を立ち上げてね、作ろうかっつって。じゃあいきまーす。やばい、緊張するんだけど。本当に私出たらどうする？みんな喜んでね。いきます。フィルムも保管してんの？これね、知らなかったんだ。これさ、この紙は黒だけどさ、CD 本体は白なんだよ。あ、めっちゃ自分映ってんだけど。ほら、見て、ここ。わろた。キアラかな？ミリニャかな？花かな？リサかな？キアラかな？ナータンかな？マイカかな？
のんのかな、私かな、しょうこかな、いおりかな、さなかな、あんなかな、いきます。いきまーす。開けまーす。3、2、1。みんなと一緒にバーンしようね。いきますよ、せーの。わかんな、まだわかんないじゃん。いくよいくよいくよ。やばい、怖い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 、ちょっと待って、怖い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 、いくよ、やばいやばいやばい、いくよ、いっせーので、はい、これほら見て、やばい、私が一番漏れた生写真、ほらこれだよ、待って手が震えるんだけど、やば、見てほら自分なの、これ一番世界一漏れたやつ、え、やばい。やば、地引きだよ、これこそ正真正銘の地引き、確かにやばい、私引いたよ、私だったよ、すんごい規制な、やばい、なんか悲鳴を上げちゃった、ごめんね、やばい、マジでこれめちゃめちゃ漏れてるわ、信じられないほど漏れてる、なんか MV に向けてさダイエットしてたからさ、それもあるか、しかも私の大好きなメイクさんがこの時メイクしてくださったんですよ、やばいやばいやばい。やばい、これマジでびっくりポンなんだけど、これね今日ね画鋲持ってきたの私、だからここに貼っていこうと思って、袋ね、生写真に穴を開けるわけにはいかないから袋に、袋に穴を開けて、あ、やばいやばいやばい、こんな感じで、はい、タイプ A はまさかの高松ひとみさん、高松ひとみさんでした、やば、びっくり、汗かいちゃった、うん、ここに貼る今だけね、タイプ A はひとみんでした、あ、ちなみにねこれはマイカと私です、これ言っていいんだよね、別に言っちゃダメなの、言っちゃダメ、言っていいよね、てか分かるよね普通に誰と誰って、ここはマイカと私です、イエーイ、こっちも私だったらどうする、マジでびっくりびっくり、地引きコンプびっくりだよ本当に、もうさこんなことあるかいね、奇跡と言っていいんじゃないでしょうか、あ、全額券入ってんだけど、全額券入ってるわ、そりゃそうか、じゃあこれは友達に、でもね友達みんな受験勉強でね、マジで毎日忙しいからね、でちょっとご親族の方にあげようと思います、はい、タイプ A はまさかの高松ひとみでした、イエーイ、やばいねちょっとこれはいろいろ、あ、ちなみにさこれさ歌い分けとかさ言っていいの、これねみんな勘違いしてる歌い分けがあるんだけど、歌い分けって言っていいんですか、ちょっと待ってください、歌い分けは言っでもさもうどうせみんな今さマイク持っててさ歌い分けとか全額見ればわかるからさいいのかね、
ょっととりあえず通常版も開けるわ。もうさ深爪だからさ、私本当に深爪なの。あ、開いた。おこだよ。とりあえずちょっと今通常版を開けました。通常版はあのね、深爪好きなの。あの私白い爪の白い部分が生えてるのがすごい嫌で、深爪好きなんだけど、だけどそれで不便なことっていっぱいあるんだ。これは、あ、ちなみにこの足も多分私とマイカだと思います。通常版のあのね、歌い分けは手遅れ交渉の歌い分けなんだけど、やばっ。これさ、中見せちゃダメか。あのね、サビのさ、1サビ2サビのさ、同国警報聞こえないふりして汚れていくのを見てるだけとかさ、パズルのピースははまることもなくと、二人が望んだ二人の世界は誰かが泣いてるセミシグレ。あ、ここは違うや。真っ白シーツにゆらり溶け込んでとかが違うんだよね。で、今からその話をしたいんだけど、唇がカピカピカピになる。私こんなにさ唇カピカピカピになるならさ、このリップがいけないのかなとか思っちゃうんだけどさ、え、すぐなくすじゃん。ほら、すぐリップあった。世界を閉ざせばいい。ガセリン、あのね、同国警報を聞こえないふりしてって全員で歌ってないんですよ。そうなんですよ、全員じゃないんですよ。知ってました？なんかみんな全員で歌ってるって勘違いしてなかったっけ？なんかツイッターでなんか歌割りみたいなのを見て、ユコラブって見てたら、そう、全員で歌ってるわけじゃなくて、この6人6人で分かれてるんですよ。まず1サビが同国警報聞こえないふりしてがこの6人で歌ってます。ジャケットにはそういう意味があるの。この6人6人サビはね、12人で歌ってないんだよね。12人で歌ってるところって、このまま2人で落ちるところまでしかない。全曲でライブ見てもらえると分かるんだけど、あの同国で歌ってない人は両手で踊ってて、歌ってる人はマイク持ってるんだけど、警報聞こえないふりしてが6人で、汚れてが私で、行くのがサナ、見てるだけが2人で、で次のパズルのピースははまることもなくがこの6人、この6人で、手探りするけどがサナツンで、きっと手遅れコーションが私、ミリネ、アナータン、私の3人で、2番の2人が望んだ2人の世界は、は最初にこの6人が歌ってるの。だから私は2人が望んだ2人の世界を両手で踊ってます。で、両手、その歌ってる子はマイクを持ってるから、ちょっとねこういう感じで前を見ながら歌ってるんだけど、もう本当にね、歌ってないその6人は両手で踊ってバーンって、もう顔をね一番上にバーンって上げてるから、そこの違いに気づいてた人はね多分すごいと思う。でも意外とこういうことがあって、誰かが泣いてるせみしぐれ、真っ白シーツにゆらり溶け込んでがこの6人なんですよ。だからこの6人のイオリ以外は同国警報を歌ってないんだよね。そう、なんかそこだけ違うの。だからその歌、このジャケシャの66で分かれてるんだけど、あのね、亀子さんに言っておきたいんだけど、このうーん
のところは、サイレンのところはマイクを持ってない、その歌ってないサビの時の方が個人的に多分みんなすごい顔をがっつり上げられるからいい動きをしてると思う。で逆に同格ってこう歌いながらマイク持ちながらやってると一番上まで向かないから、なんかそこでね違うんだよね。そうだからそれを知ってさらに楽しんでいただきたいなって思います。すごい理解してくれたかな、今の分かった？でも66で分かれてるのサビは、だから12人で歌ってないんですよ。上向いてると顎っちかとかね、そういうことは言っちゃいけませんよ、まあ、確かにそうだよ、うん、分かりやすかった？そう、両手の時は顔映ってないの、だから上向いてるの。マイク持ってないでしょ。マイク持ってる時は逆に前向いてるんだよね。それは歌ってる歌ってないがあるからなんですよ。知らなかったっしょ。言っといてよかった。イエーイ。これを聞いた皆さんはもっと楽しんでいただけるけ、あれもっと楽しんでいただけるかなって思います。イエーイ。日比谷私も楽しみなんですけれどもさ、7月1日でしょ。できっと梅雨は明けてない、そしてもしかしたら雨、まあ雨じゃない、なくて晴れだとしても暑い、まあ曇りがベストだけど、だとしても暑い。私はきっと汗、あー泣いたー。でも私たちのステージには多分ね屋根がついてるんだけど、日比谷って客席って屋根ついてないよね。雨降ったら終わりだよね。曇らせようよ。あ、紫外線確かに。パーカーどうなんだろうね。私たちも今ね抗議してる。パーカーは死んじゃいますってパーカーは死んじゃいますって抗議してるんだね、やばいよね。セーラー服だとしてもさ、セーラー服も死んじゃいますって。もうどうする？もうイコラブ T シャツで踊ろう。どうしようね。楽しみにしといてください。そこら辺も。すごい。間に話を挟んだけどタイプ B が全然開けられなかった。じゃあタイプ B を開けていきまーす。まあね、タイプ A はまさかの地引きだったということで、タイプ B も期待していきましょう。タイプ B は手遅れコーション、キアラ助けに来たぞ、そしてドキュメンタリーオブイコールラブの総集編です。ちなみにね、この次のドキュメンタリーすごいことになってるので乞うご期待ですわ。次のドキュメンタリーってあれだよね、なんか予告でさ、あれよ、いおりがかっこよかったやつ、舞台のやつ、楽しみにしてて。じゃあ開けていきまーす。これはね楽しみですね。じゃーん。タイプ B の生写真の写りが神、誰だろう、誰、タイプ B って何、タイプ B ってなんだ、なんだっけタイプ B って、え、タイプ B もお花これ、待って、本当に私自分弾いたの、ウケるんだけど、やば。マイカかな、マイカかな、マイカだったら面白いね逆に。でもあー、パーカー、グラウンドパーカーね、はいはいはい、グラウンドパーカーってなんか変だけどグラウンドパーカーね、あれね、あれはね、なんかね北海道のこのお友達が弾いてくれたみたいで写真を送ってくれました。ウレピーマンですね。あの日はね、すごいお天気が良かったのですごい嬉しかったですね。じゃあ開けていきまーす。緊張する。どうする、また私だったらどうする、もうさ取り憑かれてるわ何かに絶対。いきます。どうしよう、怖い怖い怖い。まずねこっからいきましょう。シャキン
騒がないようにする。イヤホンなの。騒がないようにする。誰が来ても、誰が来ても騒がないようにする。じゃあ行きます。え、あの子かもしれない。今のあれだったら、今のあれだったらもしかしたらあの子の感じしなかった今、あの子の感じしなかった今。え、伊藤さん伊藤さんマロタ行きます。え、ね、ナータンだと思ったよね。私も今ナータンだと思った。行くよ。壊れた。え、壊れたんだけど。ねえ、もうやだ。壊れた。行きます。行きます。三、二、しゃー！来たー！やばい！待って！すごくない？待って！やばい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 ！待って！証拠が出た！キャー！ねえ、待って！すごくない？私。ねえ、私本当にさ、神様ありがとう。神様はやっぱりさ、私のことを見てくれてるんだね。ありがとう。すごい嬉しい。だってさ、だってさ、すごくない？私さ、翔子と自分を狙いますって言ったじゃん。そしたら翔子来たよ。翔子見てる？翔子見てる？翔子今多分ショールームやってるよね。あ、あと4分だ。ねえ、翔子見て。ほら、あ、ね、叫ばないとか言ったけど、めちゃめちゃ叫んじゃった。やばい。え、これは今回、私は本当に神様は見てくれているんだなってすごく思った。だってすごくない？みんな、みんなもさ、目撃者だよ。だってさ、私はさ、あのさ、翔子がさ、翔子狙いで行きますって言ったんだよ。そしたらさ、翔子が出てさ、自分も出たんだよ。ねえ、すごくない？もうどうしよう。私なんかこれから悪いことでもあんのかな。怖いわ。悪いことあんのかな。怖すぎる本当に。え、どうしよう。待って、やばすぎ私。え、今回はすごい配信になりました。これは伝説の配信になりました。すごい、すごいね。すごいですね。これはやばいですよ。もう振り返りたいもん、何分か前の私を。本当に証拠狙いでいきます。あと自分も弾けたらいいって言ってたら、まさかの。すごくない？これやば、やばくない？私持ってるわ。今日持ってる。今日、今日持ってます。翔子に報告する。今報告しよう。今 LINE しよう。自撮りで送ってあげよう。てて、やばいやばい、どうしよう。私神だよね。私神だよね。送ります。あれ、取れてないんだけど。あ、取れてた。送った。やばない？ウレビオマックス。やばすぎ。あ、なんかね、翔子携帯直ってないんだよね。なんかね、返信来ない昨日から返信来ないんだよね。うん、だけどまあ大丈夫だと思う。きっと今これ遅れても見れないのかな。うん、まあいいや。やばくない？本当にびっくりポンなんだけど。え、すごくない？どうしよう。ちょっと本当にヤバタニエンの楽園だね。どうする、どうするっけこれ。え、待って、無視されてるとかすごいやだ。でも私結構自分が既読無視じゃないや、未読無視してるんだよね。だから直します、そういうとこ。
え、なんか翔子のスマホが直ったわけじゃなくて、もう一つのやつでやってるから遅れてるだけで、多分自分の携帯を直ってないんじゃないかな。わからない。そう、今からショールームやるっぽいのだからさ、電話したいんだけどさ、始まるかな。私待ってるんだ。それを既読スルーはしてないよ。大丈夫。初見嬉しい。半年はやばい。半年にしとこう。やっぱりやめよう、これ言う。始まった？初期始まった？あ、でも今日指原さんもショールームやるみたいなこと言ってたよね。翔子シャラさんのショールームビル、この間も見た。全部見た。この間も違う。高松はね、こんなね、土曜をすごいゆったり過ごしてるんだけど、あのね、勉強がちょっとやばいからやんなきゃいけない。これ終わったらやろう。翔子どこにいる？え、メール来てない？何に送ってんの？私誰に送ってんの？え、待って待って、翔子、待って翔子、私誰に送ってんの？じゃあやばい、誰に送ってんだよ。え、翔子本当に来てない？え、私翔子ってさ、とこに送ってんだけどさ、だから既読つかないの？誰に送ってんの？やだ、恥ずかしい。自撮りとか送っちゃったじゃん。やだ、どうする、恥ずかしい。やだ。え、怖い。え、翔子ってさ、iPad でやってる？ iPad でやってるのかな？電話して大丈夫？誰に送ったの？え、怖いんだけど。無理。だから既読つかないんだよね、きっと。でも誰かが見たらさ、既読つくじゃん。え、どれにかければいいの？あ、こっちか！え、こっち？こっちにかければいいの？翔子？今 LINE してみた。よかった。私間違えてた、翔子ちゃん。よし、じゃあ翔子と電話しまーす。はい、スピーカーになってるよ。はい、スピーカーにします。ねえ、翔子。ねえ、引いたんだ。ねえ、引いたの。ねえ、見て、じゃあビデオにしてあげる。映さないでね、絶対そっちには。映さないよ。見て。あ、すごい。すごいでしょ。じゃあ私、あの、最初に誰狙いでいきますかって言われたから、翔子でって言ったの。で、そしたらね、翔子とあと自分も出たの。すごい、やばくない？飾ってある。そう、飾ったマジやばくない？すごいでしょ。え、しかも私さ、え、ちょっと待って。何？私翔子にこの間動画じゃない、 LINE 送ったんだけどさ、来てない？こっちには来てない。ワークマンかもしれない。あ、そういうことか。うん、ごめん。ちょっと待って。じゃあ今さ、翔子にさ、うん、動画送るね。うん、ありがとう。翔子のために撮った動画なの。え、嬉しい。そう。かわいいね。もう私の翔子ちゃんかわいい、本当に。本当に。よかった、弾けて。
嬉しい、狙ってくれたのが嬉しい。でしかもなんかクックアイドル頑張ってるしさ、いつもしてみたいけどでさ一緒じゃん。でなんか本当になんか最近めちゃめちゃ可愛いから、翔子狙ってたら翔子出た。あ、足立かなさんだ。そうなの、足立かなさんの動画を今翔子に送りました。すごいすごい。電車かな。そう、電車の中に足立かなさんのなんか宣伝広告があったからそれを送った。すごいすごい、アップにしてくれて。そう、アップにした。見たことない、ここも。本当に嬉しい。よかった、ありがとう。こちらこそ。ありがとう。かわいい。ありがとう。じゃあ高松はそろそろ終わるわ。あ、お疲れさん。ありがとう。やばい、またね。またね、またコラボしようね。またじゃない、コラボしようね。そうだよ、コラボしようってずっと言ってるよ。すぐしよう。うん、したい。明日？明日会うね。明日会うね。握手会だ。会うね。明日ね、じゃあ。またね。バイバーイ。バイバーイ。かわいい、かわいい。かわいい、翔子。もうどうしよう。可愛すぎて驚くんだけど、可愛くない？もう違う、なんかなんだっけかね、いつかね、私翔子と2人で、あ、そう、アイスを食べに行って遊んだ時があるんだけど、その時に配信しようってなったんだけど、ちょっとお仕事が入っちゃってできなくなったから、だからできなかったの。だからそれからずっと2人で配信しようって言ってて、そうだから待っててね、私たちの2001年生まれ配信を待っててください。かわいい、翔子どうしよう。そう、翔子大好きだって、一つ年下なのになんかもっと年下に感じる。同い年じゃないんだよね、学年的には一つ違うけど、私はいおりと同い年なんだけど、いおりよりも翔子の方が生まれた時、生まれは近いんだよね。だから翔子が一番近い子。アフロ配信かな、わかんないな。アフロ配信かな。もう終わります、もう終わりますね。クックアイドル絶対優勝、絶対優勝。じゃあこっから皆さんのコメントを読んでいくから、コメントしてね。今日はコメントを読むよ。だがちょっと待ってくれ、今テロップを変えるから一瞬待ってくれ。コメント読むよ。よーむよ、オッケー。明日の握手会よろしく、こちらこそよろしくお願いします。明日はね、南部かで何かをやるのだな。そう、コメントさ、いつも読まなくて、いつも言われるの、コメント読んでって。そうだから今日はコメント読もうと思って。じゃあ私さ、一人でさズバズバ喋っちゃうからさ。明日浴衣？浴衣で来るの？やば、めっちゃ楽しみにしてる。何話したらいい？何でもいいですよ、なんでもいいよ。でなんか最近アイス、おすすめのアイス何って言われて、パティシエルかハーゲンダッツしか言ってないから、なんか他のものを考えようと思う。だから最近食べてないんだな。イコラブ気になってる、ありがとう。天候心配？大人っぽくなったのは前髪を流しているからですね。でもなんか飽きたらすぐ切ろうと思ってる。なんか夏は暑くて、私なんか汗かくと前髪がペタってするから、夏限定かもしれない。でも夏はね、前髪などいらないさ。え、待ってね、聞いて、私今ね一人旅に行きたいの。もうどこかに行きたい、なんかね外国に行きたいんだよね。
それは現実逃避とかそういうことじゃなくて、遊びたい、外国で普通に旅行しに行きたくて、それはずっと夢なの、一人で旅行に行くっていうの。だけどどこの国がいいのかよくわかんないから。表参道の美容院じゃないです、全然。私はね、元から行ってるところに行ってます。フランスは一人旅じゃないでしょ。日本語以外は喋れません。お母さんとショールーム見てるとか恥ずかしい。やだー、恥ずかしい。ツイッターフォローありがとう。千秋楽ね、本当にね、ガールフレンドカッコカリすごいことになるからさ、みんなぜひ来てください、よろしくお願いします。すごいよ、もうね、イコラブにしかできないよ、本当に。楽しみにしててくださいね。あ、なんかリサがさ、怒った話ってさ、どういうことなの、あれ。なんかリサが怒ったって聞いた。でアンナと電話したんでしょ、昨日。アンナのショールーム見てたけど、何で怒ったの、あれ。聞かせてくださいませ。めっちゃ好きやねん。オンチか。最近ハマってることはホニャララです。最近は私はあるところに行っていて、2つあるところに行き始めたんですけど、どちらもすごい自分のためになるのですごい楽しいです。差し入れのこと？差し入れ？いなり寿司？お寿司屋のお土産なんてもらってないですね。もらってないよ。ん？もらってないよ。わかった。もしかしてさ、ちょっと待って。リサが怒ってる理由がわかったかもしれない。ちょっと待って。あ、そういうことか。多分。6日水曜日のフレッシュ組しかもらってないんだと思う、多分。絶対そう、切り絵チームしかもらってないと思う、絶対に。だってもらってないもん、私。多分他のメンバーもみんなもらってないと思う。だからリサがあげたのは、リサがだから差し入れしたのはキアラ、ショーコ、アンナの3人だと思うよ。だから普通もらったら言うっしょ。だからそんなね、怒られてもね、こっちとらもらってないから。だからしょうがないよ、リサちゃんが怒るのは。そういうことだったのね。食べてない。誰がもらったの、多分その福岡組、福岡組がもらったの。そういうことか、フレッシュ組じゃなくて福岡組がもらったのか。私も食べたかった、いなり寿司好き。あのね、皮が甘いのが好きなの、いなり寿司めちゃめちゃ好き。福岡メンバーなんだ。はあ、もらいたかったな。スタッフさんが食べた？伊藤さんじゃない。伊藤くんじゃん、きっと。違うかな。ああ。福岡行きたい、私だって。ごめんなさい、私はあなたとは付き合えない。なんか最初漢字が違って、だからこの伊藤くんって誰なんだろうって思ってたの。そしたらなんかその後に指原さんのちょっとこれ言うのよ。やっぱり今の話はなかったことにしときましょう。
あ、すごいタワーが立ってる。ありがとう。福岡人多かったみたいに、なんか女性の比率がすごかったらしいね。聞いた。誰だ誰だ。すごい今ね、目をね、目をすごいことにしてね、探しています、タワーを。キリンちゃんですか。キリンちゃんですか。キリンさんってなってるからキリンさんにしとこう。ありがとう。これも添えとこ。これもこれも添えとこ。イエーイ、すごくない？本当にびっくり。でもさ、もう一本立ってるよね。ごめん、見逃しちゃったし、もう流れてない。誰だろう、ごめんなさい、教えてください。高松さんじゃないですか。え、私頭いいと思うんだけど、多分私頭いいよ多分。チャギントン？チャギントン？この間さ、カラオケ行ったんだけど、手遅れコーションしか歌わないでね、カップリング歌わなかったの。なぜかっていうとね、トワイスさん歌いすぎて時間がなくなっちゃったっていう。チャギンタン、ありがとう。兄弟はいます、兄弟はいるんですが、まあ、いなくはない。大学はね、私小学生の頃から行く気ないんだ。なんかその大学に行ってさ、普通のなんか就活して就職っていうルーティーンがなんか想像できなくて、だからもともと大学に行く気はなかった。高松、香水使ってないよ。香水は使ってないですね。え、またチーズケーキ作りたい。確かに懐かしいね。シャンプーはイルガっていうやつを使ってます。ディズニーキャラクターは何でも好き。何の香水、あ、わかんない、使ってんのかな、わからない。得意な科目は地学です。男性の香水は好きです。で、私香水好きです。2ヶ月ぐらいツイッターにリプできてない。なあちゃん覚えてるよ、ありがとう。え、地学ってあるよね。心身、地学ってなかったっけ。え、地学ってめちゃめちゃ簡単じゃない。地層とかめちゃめちゃ面白くない。私さ、この間もさ、ショールームでさ、地学のことについて語ったんだけどさ、今一番行きたいところがさ、グランドキャニオンなわけで、グランドキャニオンってさ、いわゆる地学じゃん。あれってさ、侵食でできたわけでしょ。だからなんかそういう地層とかそういうのが大好きなの。シンシンもありがとう。そう、地学ね、しかも先生がめちゃめちゃ優しかったから好き。なんかね、結構先生でさ、好きな教科って変わる傾向ないかな。なんかね、高松はめちゃめちゃ思うんだよね。その先生によってね、好きじゃ好きじゃないか変わるんじゃん。地理じゃない、地理じゃない、地学。え、地学ってさ、待って、私の学校だけとかじゃないよね。そしたらさ、やだ、バレちゃうね。地理だね、地理だね、地理。いや、あるよね、地学。そう、先生面白いの好きなんだよね。嫌いなのは、なんだろう、あ、数1数2。なんか数 A 数 B は好きだったんだけど、数1数2がもう死んじゃうくらい感、死んじゃうって感じ、本当に。なんかもう死んじゃう。数
数学はちょっと高松だから、もうなんか今日もさお出かけしてきたわけで、それでなんか小銭が私今めちゃめちゃあって、それはねお札で出して小銭がめっちゃ返ってくるわけ。でも私だって小銭ぴったりあったらぴったり払うんだけど、でもこれを払ったら5円ぴったり返ってくるとか、これを払ったら50円返ってくるとか、そういう計算ができないから、もうどん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 さ小銭が増えていっちゃうわけ。だからそれを勉強したいと思う、これから私は。みんなだからさ応援して、私はこれからねお金を上手に使えるようになるから。私は理系じゃないよ、文系でもない、特殊系。さしなゆいさんありがとう、 Thank you。 その払い方得意、いいな。小銭たまる。今日ねお出かけしてきていっぱいね買ってきたんだ。なんかすごい女の子のためになんかメイク配信とかしたいなって思ってるんだけど、だけどなかなかできないわけ。そのいつやればいいんだろうとかって感じで、だから今度やるね。なんか結構ね最近夏に向けて新しいねコスメを増やしたから、結構おすすめのやつとかあるし、代官山、代官山行ってないよ今日。あ、でもこの間代官山行った。休日にやってほしい。オッケー。需要の塊ありがとう。ダンスね、なんかさダンスレッスンすごいよね、すごいことになってるよねあれ。お楽しみに。伊藤くんのメイク配信というのはちょっとよくわからないんですがね、ちょっとスルーしましょうか好きな男性のファッション、なんか重ね着しない人がなんか私女の子でもそうなんだけど、なんだろう、私自身がオールインワンとかワンピースが好きで、もう一枚でパッて着られて、冬でもワンピースの上にジャケットとか、そういうなんかあんまりなんていうの、重ね着をしないコーディネートが好きで、まあいわゆる楽をしてるってことなんだけど、まあそういうのが好きかな。なんか清掃系、あそういう薄着とかそういう問題じゃなくて、厚着でも別にいい、そうシンプルなのが好き。重ね着していいよ明日前髪なんで伸ばそうと思ったの、それは TWICE のみなちゃんを見てです。松江くんも松葉もしてないです。松江くんも松葉も見えるかな、こんな感じ。もうまつげ下がってきちゃった。ママミンはねやってる、ただ私はやってない。中3でメイクしないのは普通だよ、だって私高1、高2までメイクしなかったの。で逆にイコラブ入ってからもメイクはしなかったの。だから最初のうちはメイクさんがいてくれたから自分で化粧品なんて持ってなかったの。だけどだんだんなんかそのみんながなんか自メイクを始めて、自然となんかやる流れになってから、だから私前メイクし始めてまだ半年ぐらいなわけだけど、もうこんなにね溜まったから多分女の子も一瞬で垢抜けられると思うよ。なんか今日はねめちゃめちゃまつげがうまく上がったの。じゃあまつげのさ上げ方だけさ見せてあげる。なんかあかりんさんの動画を見たんだけど、私まつげがめちゃめちゃなんか自分で言うのもあれなんだけど長いわけで、なんか自分に合ったまつげの上げ方ってあると思うんだけど、だけどこうやって引っ張って下に、でなんかあんまりこれをグッてやらないで、これくらいで、これくらいでいいの。これを下にこうやって引っ張っていく、それだけでめちゃめちゃ綺麗に上がる。こうやって
下に引っ張っていく。それだけでわかるかな。今上がったの。あ、白飛びしてる。こんな感じ。痛くないよ。そう、なんか男性の方ってさ、痛いって勘違いしてるけど何も痛くないからね。どこも挟んでないから、どこも挟んでないから痛くないよ。抜けない抜けない。勉強になります。絶対なってないっしょ。男性からだって男の人まつげ焼けないでしょ。チップとデールはチップの方が可愛いけど、だけど私は鼻血デールちゃんの方が好きです。なんかちっちゃい頃にチョコチップと鼻血デールで覚えて、で私めちゃめちゃ鼻血が出るの。なんか鼻血アレルギーっていうものは存在しないんだけど、小さい頃から本当になんか鼻のアレルギーでめちゃめちゃ鼻血が出るんだけど、すごい親近感が湧いちゃってデールに。だから私はデールが好き。やってみてぜひ。逆さまつげ、確かにね。コメントを読みます。全然読んでなかった。前髪ないの好き、ありがとう。今日すっぴんじゃないよ、化粧してる。明日初めて行く、待ってます。今日の東京ディズニーランドは600分待ち。600って10時間？10時間ってこと？600って10時間だよね。え？どういうこと？やばない？あ、ひとみんの髪の毛、これはね、ロクシタンのね、洗い流さないトリートメントでできてます。なんかもともとすっごい安いトリートメントを使ってたんだけど、なんかヘアさんがすごいいい匂いの使ってて、何ですかって聞いたらロクシタンだったから、なんかアイロンした後にロクシタンの洗い流さないトリートメントをこうやってやる。ドナルドの誕生日で600分待ち。あーね、やば。10時間はちょっと。ツイッターのリプめちゃめちゃ読んでるよ私。 TV ガイド見て6品行ったの。店員さんに瞳のこと話した。やるじゃん。嬉しい、ありがとう。なんか私のクラスのなんかちょっとうちがもなんかこの間体育祭があって、でなんかクラスで打ち上げに行ったらしくて、でその打ち上げに行ったところで手遅れコーションが流れたんだって。でそのお店の中にテレビみたいなビジョンみたいなのがあって、そこになんかビルボードなんかわからないけど、なんかウィークリーのなんかランキングも流れて、そこで MV も流れて、なんかクラスで盛り上がってくれたらしくて、めっちゃ嬉しかった。いいね、ありがたい。ユコラブ初の YouTuber？ できないよ私。何やの、美容系でもないしさ、かといって面白くもないしさ。オフ会やばオフ会やばい。綾野ののさんね、チャレンジ系？サンリオのキャラクターは、え？ウサハナっていたよね？ウサハナっていなかったっけ？ウサハナっていなかった？ウサハナちゃんが好き。東北はね、東北？東北？行ったことないかもしれない。ウサハナいるよね。そう、ウサハナが好きなの。ウサハナはブランケットもウサハナだし、ちっちゃい頃の体操着入れとかもウサハナだった。メイクポーチはこれです。
Let's make up。 ひとみん、人覚えるの最近は得意ではないですね。なんか劣化してきてるみたいです、高松さん自分自身が。え、1万人超えそう？嘘、ありがたいですね。Wake up, 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 wake me up。 バーンされてしまう。ポーチの中身を淡々と紹介する配信、じゃあ今度女の子向け配信をしますね。結構最近ね、いろんなとこ行っていろんなものゲットしてるの。最近てか今日ゲットしたばっかりなんだけど、なんかさ、なんかもらうと試供品をめちゃめちゃもらうじゃん。試供品がたまりにたまってやばい。今日はいろんなところ行ったんだけど、そのうちの一つがこれなんだけど、聞いてよ、私これ今日買ってきたんだけどさ、もうさっき落としちゃったの。それでさ、割れちゃった、割れてはないんだ、割れてはないんだけど、やばいんだよね、粉々みたいになった。エチュードハウスディアガールズオイルコントロールパクトフェイスパウダーです。なんか今日もう一つお店に行って、その時でもちょっとそれがデパコスのお店だったから高くてこのパウダーは買えないってなったんだけど、でなんかプチプラでも代用できるものあるかなって思ってエチュードに行ったらありました。なんかパウダー、フィニッシュパウダーなんだけど、なんかこういって筆を使ってやるんだけど、なんて言うんだろう、このこういうさ、例えばこういうテカってるところだけやると、しかもね、なんかエチュードハウスだからいい匂いがする。いいんだよ、まあこういう感じの配信をじゃあ今度しよう。私は決めた、女の子向け配信。じゃあ逆に男性はどういう配信をしてほしいですか？男性向け配信ってのはどんなもんかね。私昨日さ、あれよ、あれ22年目の告白を見てたんだけどさ、ビビった、めちゃめちゃ面白かった。おねえ向け配信あ、料理配信ね。あ、水着はできないですね。料理ね、料理、オッケーオッケー、料理やるわ。あ、ゴルフやってみたい。あ、乃木音配信全然やってないね。いろんな髪型配信、オッケー、了解、わかった。聞こえないふりして汚れて行くのを見てるだけ。リップサボったっていいんだ。私はリップがもらえるだけで嬉しい。いいんだぞ。リップ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 。ひとみんイカリング。ああね。指原さんのお家に行く約束をしてるんですよ。まあ多分きっと覚えてないと思うんですけど、行きたいですね。この間実は会ったんですよ。1万行った？こっちではまだ行ってないよ。あ、言ってる、ありがとう。じゃあもう終わるね1枚いったから終わるってわけじゃないけど、嬉しい、ありがとう。ありがとう、マグマさん。だって
じゃあもうちょいやるからみんなタワー、タワーじゃない、タワーじゃない、タワーじゃないよ、何言ってんの。違う、今タワーありがとうって言ったから。コメント、コメントお願いします。あ、もう全然総選挙のね、今総選挙やってると思うので、星集めでも全然コメントしても呼ばれない、ごめん。私さ、コメント読むとか言ってもさ、全然さ読んでないよね。ありがとう、金ちゃんの乃木坂神宮全頭神、それは神でしかないですね。ずるい。久しぶりにスクショタイムを。わかりました。じゃあ手遅れコーションをね、宣伝しておきましょう。マイカと会えた？どうぞ。皆さん分かりました、私がさっき言ったこの6人の秘密、6人の秘密を知った皆さんはきっともっとライブが楽しめると思います。イエーイ。今買いに行ったら売り切れてました。豆知識増えた。ハッシュタグ高松ひとみでツイート OK 見るね。コメント読んでくれ。イコラブ人狼早くやりたい。やるやるやる、マジで。あ、好きや通り越して吉野家、いつもリプ見てるよ、ありがとう。最初意味わかんなかったけど説明してくれてありがとう。総選挙見たい見たい。インスタはミリニャ以外今のところやんないのかな。多分ミリニャ以外やってもできないよ、インスタなんて。仕事戻る、ありがとう、おやすみ。ひとみんになりたい。大阪怖く待っててください。コラボ仲いいよ、やばい仲いいよ。アイスね、確かに。待って、アイスインスタとかいいかもしれない。アイスインスタ、乃木坂さん歌いたいけど歌ったらやばいでしょ。ナータンとは昨日会った。昨日はね、すごいことがありましたね。楽しみにしててください。でもイコラブ TikTok とかもやってないからね、あんまりやってないよね。結構トゥーレッテッテンタ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 ン。チョコミントは好きじゃないよ。指原さんのカラオケ企画に出たい。なんだっけ、ネコチタショールームだっけ。あ、今日アニメージは、え、今日アニメージ発売ですね。今日アニメージ発売です。私とノンノが出てます。あんちゃん髪の毛染めたの気づいてほしい。いや、アンナが髪の毛染めて一番に会ったのは私だから。あんちゃん今ねちょっと出れないんだよね。ドラマは花のち春見てます。日焼け、アイリー、あ、なんかそうだからあの髪型をしたいんだけど、でも私の髪型じゃできないんだよ。天馬くん派、神楽木ハルトくん派。え、ハートかないですね、あんまりそういう目線で見てないか。
なんか私映画もそうなんだけど、なんか俳優さんとかなんだろう、その役柄を見るっていうよりカット割りとか映像の切り替えとかどこで音楽が入ってくるとかそういうのを楽しむタイプこれ結構この間も言った、知ってる人は知ってると思うんだけど、なんかそういうのを見ちゃうから、なんか逆になんかあんまり変わらないようなドラマだと見ないかもしれない。でも唯一ストーリーが面白くて、唯一とか言ったら失礼だけど、今のクールのドラマで見てるのは花の千春と、あと家政婦の三田園で、あの家政婦の三田園はあのこれ第2弾じゃないですか。でずっと1から見てるんだけど、めちゃめちゃ面白くて好き。そうだから私ね、すごい裏方向きなのかなってね、たまに思う時がある。なんかその制作の道に進んだらきっと楽しいんじゃないかなとかすごく思う。だから私はプラダを着た悪魔が洋画で一番好きなんだけど、プラダを着た悪魔って映像の切り替えがすごいスピード感があって、しかもめちゃめちゃ上手で、だからなんかどんどん話が展開されていく感じがめちゃめちゃ好きだから、一番好きな映画なのかもしれない。プロっぽくない？なんかプロっぽいわ。リンゴヘアしていいよ。高松さん、今気づいてしまったことがあるな。ゴムがないわ。ゴムが、ゴムがなかったからできないね。ゴムがありません、ゴムがありません、ゴムが、ゴムがあったんだけど。ありました、ありました。よいしょ。あーこの時代。でも待って、これさ、いつかのこれホテル、多分これあのプロモーションの時泊まったホテルのゴムだと思う。リンゴヘアって何ですか、まず。この時代、恋愛に形なんかないと誰かつぶやいた。あなのになぜ冷たい目、暗いこの檻。ちょっとなんか侍みたいになってるけど大丈夫これ。私が思うリンゴヘア、狭すぎる。プロデュース48もちろん知ってます。美しい、なんか出ちゃった。リンゴって思ったけどさ、ここが丸い、ヘタが丸いんじゃなかった。間違えちゃった、普通に間違えた。これじゃなかったわ。待って、リンゴってなんだっけ。恥ずかしいじゃんこんなの。待って、リンゴってさ、今頭でさよく考えたらさ、丸いけどさ、ヘタが丸いわけじゃなかったわ。自分の顔が丸い部分だとして見なきゃいけなかったんだ。ちょ、間違えちゃった、間違えちゃった。やり直し、はい、やり直し。リンゴってなんだっけってなっちゃった。お侍さんみたいになっちゃったね。でもね、レッスン中のイオリは結構お侍さん率高いから。落ち武者、前髪結ぶ。このゴムがダサいんだよ。何これ、なんかチェヨンちゃんみたいな髪型になった。TWICEのチェヨンちゃんみたいな髪型になりました。かわいい、チェヨンちゃんかわいい、大好き。痛い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 。じゃあこれで最後まで進行していこうと思います。
綾野ののさん感増しますか。そう、トゥワイスさん大好きです。今日はなんか私本当に開封したら秒で終わろうと思ってたんですけど、楽しいからやっぱ終わんない。月曜からテストなの。テスト、テスト終わったよ。何テスト、中間テスト、何、あ、期末もしかして。え、頑張って。ねえ、本当に私この間さ、ヤッピさんに似てるってさ言われたんだけどさ、似てないよ。あ、私のパジャマは GU のあのテロテロのやつ。期末早いよね、まだだよね。キアラのツイートはね、私の口からは言うことではないんですけれども、まあ後わかるのかな、まあ、え、わかるのかな、どうなんだろう。わかるのかわからないのかよくわからないけど、でもキアラよかったね、頑張ってよかったね、よかったねって感じの感じです。あー、お手紙届いたよ、ありがとう。ヤッピ似てる、マジで性別違うんですけど。何の、何のショールーム。あ、本当だ、始まった。私は世界史は結構得意だった。でも世界史のなんか必修と選択とあったと思うんだけど、必修は取ってなかったんだけど、なんか私のお姉ちゃんがめちゃめちゃ世界史得意だから教えてもらってた。私ガンちゃんに似てる。ガンちゃんってテストじゃないけど、検定はですね、高松さんは英検3級を一応持ってますね。ただ漢検は3級を、3回受けて3度目の正直で受かるかなと思ったら落ちました。漢字が苦手みたいですね。公民好き。先生がねすごい、なんか公民の先生は癖が強かった。どこ生まれなの。東京。いや、私漢字読めないのかな。アンナと一緒にしてほしくないんだけどアンナよりは頭いいし、一応。あ、バトン配信とかめちゃめちゃ難しいよ多分。バトン配信、今ここにバトンあるんだよね。バトン配信は多分外じゃないとできないかな。これがスターバトンって言うんだけど、星の形をしてるからスターバトンっていうの。試しに。一応バトンは7年間やってるのでレベルは高いと思います。景品ぐらい読めますわって。私は景品ぐらい読めますって。ペン回しはねできないんだよね。バトン回せるんだけどペン回しができない。回答の時漢字表示一番すごい。ん？ちょっと待って、そのね読み、その読みねこの間ね習った、この間もやった。なんだっけ、忘れちゃった。読めないわけじゃないの、読めるんだよ。違う、読めるんだけど忘れただけ違
が読めるんだっては。違うんだよ、読めるんだけどさ、なんだっけこれ、なんて読むんだっけ。違う違う、知らないわけじゃないよ、初めて見たとかしてるんじゃない、一回見たことあるから。なんだっけ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 、忘れた、もうダメだ。薄く記すでしょ、薄く記すは、薄く記す、わかんないや、カタツムリ、カタツムリか、あ、ボキって読むんだ。あ、知ってる知ってる知ってるよ、もちろんボキぐらい知ってるよ、ほらほらほら、ボキぐらい知ってるって。あ、そもそも薄いじゃないのそもそも薄いじゃないって、恥ずかしいんだけど、やだ。あ、よく言われる、ファンじゃなくて友達になりたかったって、すごいよく言われる、嬉しいね。同国です、同国は読めます。こんにゃくも読めるよ、こんにゃく畑のこんにゃく。聞こえないふりして、セミシグレ、海豚、海の豚、普通に考えて海の豚、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 なんだろう、海の豚って何、シャチちょっとちょっとやめとこ。ああ、ああ、来ました、キアラが喜んだ。キアラが今からツイートあるかな、わかんないけど、来た。セミシグレ、真っ白実に、ちょっと返信してもいいですか。業務連絡ではない。記憶のどこかで眠ってた、あなたへの気持ち思い出す、チャ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 、あー、そっか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 、お疲れちゃん、すごい今すごいこやばい、サランヘヨー、サランヘヨー、おにおぱんや、え、なんて読むのこれ、なんて読むんだろう、え、なんだろう、わかんない、太郎さん、太郎さんわかりません、待って、爪のか、爪がむけた、爪が、爪がむけました、最悪、爪がむけたわ、え、待って、私も充電切れそう、やだ。じゃあ、じゃあ9時で終わります、あと10分で終わります。途中から見てるんですけど、生写真は私と翔子です。あのね、本当に最初翔子狙いでいきます、あと自分も弾けたらいいですって言ってたら、本当にやばくない、もうなんか
今日持ってるわマジで。のんのショールームしてる。なんか映画見たいんだけど、あ、私今バチェラー見てる。バチェラー見てる。指原さんがね、あのやってるバチェラー見てます。バチェラーシーズン1からずっと見てるんだけど、うん、バチェラー面白いですよ。見た方がいいですみんな。なんか多分その男性が好きな女性は女性は嫌いで、で女性が好きな女性、なんかその男性と女性の思いの違いっていうか、あ、まんまとはめられてるじゃんみたいなのがめちゃめちゃ見えてきてて、めっちゃ面白いマジで。そう、面白い見てる。今日指原さんショールームそれ見るよ。あ、そう、韓国ドラマね、この間のんのにおすすめのドラマ教えてもらったんだけど忘れちゃった名前。私は花より団子、韓国の花より団子をのんのにおすすめして、のんのにね、なんか教えてもらったんだけど忘れちゃった。ドロドロ系、ドロドロ系は好きじゃないけど、バチェラーはなんか違う目線で見れる。冬のそなたじゃない。うん、いい匂い好きだよ。あ、マーマレード、そうマーマレードだと思う。そうマーマレード、なんでわかったの。そう思い出した、のんのがマーマレード面白いって教えてくれたんだ。マーマレード見よう。え、ごめんね青春、私もめっちゃ好きだったね。ごめんしゅん、めっちゃ懐かしいんだけど、ごめんね青春でさ、なんだっけ、なんだっけ、みなんとかコロッケ、みつ三島コロッケ、ごめんね青春で三島コロッケっていうのが出てきて、それが本当にずっと食べたくて、この間三島に行って食べに行っちゃったもん私。そう、ごめんね青春めちゃめちゃ好き。ごめんしゅんって略してた。あの川栄李奈さんとか出てたやつ。そう、ゆりと私はね声がでかい、なんか共感すると声がでかくなる。魔法のレシピ1話だけ見たの、もう全部見て。いやでも私最近見てない魔法のレシピ、ちょっと見つかれちゃった。地元なんですか。この間行きましたよ三島、三島コロッケ美味しかった。名古屋の前役で黄色いの頭につけてた、もちろん覚えてるよ。アンナとどっちが頭いいの。私に決まってんでしょ、私に決まってんでしょ。お前女王の教室わかんないかも。私は今高校3年生です。高校3年生の17歳です。2001年1月19日生まれです。イコールラブです。学校の階段は見てた。ラストアイドルめちゃめちゃ見てます、好きです。あのアベマのやつも見てます。じゃああと2分でコメント読み終わります。よし最後だ。あ、ゆくとさんの M ステ見ました。ショールーム見てるだけで幸せになれる高松ひとみさん、嬉しいよ嬉しいよ。明日握手会待ってる。え、キイちゃん待ってる。パジャマ配信いいよ、やる。なんか薄メイク配信とかもやろうかなって思ってる。なんか本当に学校の時の私っていう感じの配信もしようかなって思ってる。さすがにすっぴんじゃできないから。
マイカと同じくらいレア。そうかな、マイカの方がレアじゃん。明日は遅れずに。ねえお寝坊さんダメですよ。お寝坊さん私寂しいんだから、一部の人来てね。握手会三島の話しようね。乃木音配信やるよ。のんのすっぴん配信なの。まあ、のんのすっぴん変わんないからな、綺麗なんですよ。私はね結構白いので詐欺ってるので。なんかこの間ね、なんかその美容系の知り合いがいるんですけど、なんか肌めっちゃ白いのに顔、肌の方が白いねって言われたの。なんでかわかるって言われて、顔がくすんでるんだよって言われて、ちょっとショックだったから、お顔を白くしてる。一部から待ってるよ。1万3000超えた、ありがとうございます。え、すっぴんじゃないよ今。眉毛とかめちゃめちゃ描いてるよ。なんか脱色したら、なんか脱色したらなんかなくなっちゃって。なんかさ、ちょっとさ、坂口たまみさんがやってたさ変顔を真似してもいい？あの両津柑橘系。キモ、めっちゃキモいんだけど、マジで本当にキモい。私がね垂れ目にするとね、なんかここを上げてここを引っ張ると垂れ目になるんだって。こんな感じ。つってんのよ。学校はメイクダメです。でも最近は OK のところもあるんだよ。乃木中見てます。もちろん。お見送り行けるように頑張る。ありがとう。ピアスはね開けたことない。なんか目にコンタクトも入れたことないし、ピアス開けたことないし、なんかあんまり今の女子がやってるようなことあんまりしてない。乃木中見て、ケヤカケ見て、ひらがな推し見るっていうのが最近のルーティン。これ生じゃなくて録画で、録画でこの順番で見るのがルーティンです。結構素で生きてる感じ。じゃあ今度女の子のためにさメイク配信するね。男性の方のためには料理配信します。お楽しみに。じゃあ順位をね、順位をね、12位、13位は高橋聖太さんです。12位がひろっちで、11位がイコールけいすけさん、10位がのっち、9位がトービー、8位がポークたまごさん、7位がキリンさん、あれいる、まだ。6位マークマさん、5位シンシンさん、2位がさしなゆいさん、あれ3位、3位さしだ3位がピーさんで、2位がさしなゆいさんで、1位がキンちゃんです。ありがとう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 。じゃあランダム適当に3人をペッてやっていきます。1人目、あ、ゆうりのちゃんだよ。1人目ランダム、ゆうりのちゃんありがとう。2人目、りせんさんです。振り仮名ありがとう、かっこりせんありがとう。じゃあ最後この人、カエルさんでした。ありがとう、久しぶりにやってよかったでごわす。すごいね、私がね最初引こうって言ってた翔子とまさかの自分を引いて、もう驚きが隠せません。もう本当に私、神様見てくれているんだなって分かった。あとね、この6人の秘密、まあ、秘密ではないけどさ、この6人のことだったり、まあいろいろ話したし、
よかったね。イエーイ、ありがとうございました。こんな長々と、こんな長々と2時間も配信してるんだけど、ありがとうございました。4位飛ばした、4位チャギントン飛ばしたごめん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 、4位チャギントン飛ばした、本当にごめんね、ありがとねはい、ということで、じゃあ高松のショールームはこれにて終了となりますわ。またやります。明日握手会だね、本当に一部来てね。なんか本当にお寝坊さんが多いよ、もう待ってるよ。じゃあ明日握手会来てくださる方よろしくお願いします。歌割りの話楽しかった、よかった。リプ待ってるね、あえての投資じゃない楽しみにしてる、行くよ。ひとみんラブ、寝坊しません、一部いけねえ、泣いた、お寝坊あかんよ、明日もよろしく。今からね、ハッシュタグ別につけなくてもいいけど、高松ひとみとはしご高の高松ひとみは今からツイッターで検索するので、なんかあったら高松が今からツイッターで行くので、ぜひツイートしてみてください。リプも待ってます。ありがとうございました。勉強頑張るね、待ってます。バイバーイバイバーイありがとう、またやるよ。耳はつけないよ、だけど初の試みをするよ。お楽しみに、おやすみなさい、ありがとう。